さて、私の動画でおなじみのこの薄屋肉店さんなんですけども、ここもね攻めてるよ。はい、まあまあまあこんな感じで串カツを押すのは、まあ、当然なんですけども。いや、いろいろあるでしょ。そうですね、ありますね。攻めますね、薄屋肉店さん。ああ、なるほど。これも怪我してっからどうやって置くかと思って。ああ、船どこ行って網もらってきて。あ、なるほど。あ、これそうなんだ。すげえ。手足しました。あ、本当だ。すごい。磯辺とつくねが増えてる。うずらチーム、うずらさんチーム使用。ああ、すごい。こちらが特別。じゃあまあそんなわけで、攻めの姿勢を崩さないお笑いの街から薄屋精肉店さんを再び紹介しました。串カツいただきます。いやー、お笑い。攻めるね。お笑いクリーニング店、何もないと思うでしょ。シミ取れました。攻めるね。まあ、背景見てわかる通り神社です。で、神社に来るとね、絵馬なんですよ。この絵馬はね、来るたびにパワーアップしてます。まあご覧ください。もうすごいもの。はい、まあそんな感じでぐるっと一周しました。いつ見てもすごいね。お笑い伊佐木神社の絵馬でした。はい、お笑いホテルです。まあここもね、なかなか進化してるんじゃないの。ポップがいなくなってるな。レーゼ殿のポップがここにいたんだけど、いなくなってますな。あ、こっちに来てますね。すっかりもう大、まあ、笑いの街をね、ずっとこう探索してきましたけども、いよいよ、その後のクレイジーな大笑いラストの場所になります。ラストの場所は、こちらのですね、海岸通りの道の、隣、ファミリーマート、海岸通り沿いのファミリーマートの隣にあるこの丸紅エネルギーさんですね。まあ、どの辺りがクレイジーなのかと申しますと、なんと丸紅エネルギーさんの壁に、4号戦車と暗黒チームが描かれてしまっております。
以上というわけでクレイジーお笑いお伝えしました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。